皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は8月14日火曜日、まだまだねお盆休み、満喫されている方多いかと思いますけれども、U ターンラッシュが始まったっていうねニュースも入ってきております。お帰りの際はね、安全運転で、お帰りいただきたいと思います。さて本日のボードですけれども、じゃじゃん、こちら綺麗ですよね。もうエフェボーに、ね、投稿を最初された時にですね、あ、これはもうお中元ボードだってこうもうすぐ名付けてしまったんですけども、百貨店とかに行くとねこういう綺麗な詰め合わせ、お中元のね、詰め合わせありますけれども、まあエフェクターはないですけどね、こういう風にカラフルなね、詰め合わせありますけども、なんかそういうお中元、のギフト品をねこう思い起こさせるような、そういう綺麗なボードですよね。配線も綺麗ですしね、こう、エフェクターの配置もねとってもこうなんか、メーカーごと並べていたりしてですね、とっても綺麗なボードですよね。こういうボード見てるとねまた自分も組みたくなるなと思うんですけれども、パンさんのね2回目の投稿ということでね、誠にありがとうございます。で1回目のボードを見ていくとですね、もう全く今回のお中元ボードとですねもう様相が全く違う直列ボードなんですよね。で残って名残があるのがこの、フェボアワードでね、2年連続ナンバーワンのね、ペダルチューナーのコルグのピッチブラックとですね、それから左のですね、なんだろう ABY ボックスなんですかね、自作の、それが残ってるだけで、あとはですねもう全部変わっているというですね、とってももうやっぱり何度見比べてもねすごく綺麗ですよね。ということでこの夏休み、お盆休み、このお中元ボードをね、見ながらですね、また皆様方も、構築意欲を高めてですね、フェボの方またご利用いただきたいなというふうに思います。それでは本日も機材妄想のある素晴らしい一日をお過ごしください。ありがとうございました。